オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマにネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。では早速お聞きください。Bonjour, c'est Daisuke, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? こんにちは。アンサンブル・アン・フランセフランス語講師の大輔です。お元気ですか？あっという間に6月に入りました。6月といえば、La saison des pluies、梅雨ですが、今年は例年よりもずっと早く梅雨入りしましたよね。毎日除湿機をフル回転させています。ちなみに除湿機は、フランス語で、un déshumidificateur と言います。発音めちゃくちゃ難しいですよね。反対に、加湿器は、un humidificateur もしくは、un sauturateur と言います。ついでに、空気清浄機は、un purificateur または、un purificateur d'air と言いますよ。フランスは空気が比較的乾燥していて夏はカラッとしていることが多いのですが、秋は冷たい雨が続いてジメジメすることがあるので、除湿機を使っている家も時々見かけます。さて、6月といえばフランスで世界的な大きなイベントがあります。モータースポーツ好きの方はうずうずしてしまうあれです。そうですね。ル・マン24時間耐久レースです。フランス語では24 heures du Mans と言います。フランス中西部のLe Mans という町のサーキットで行われる4輪の24時間耐久レースですね。モータースポーツ好きではなくても聞いたことがあるという人も多いのではないでしょうか。今年は6月12から13日に予定されていましたが、コロナウイルスのパンデミックによって8月21日から22日に延期されました。8月は無事に開催されるといいですね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は5月にデビューされたファブリス先生をご紹介します。それでは早速フランス語レッスンを始めましょう。フランスではよく人を家に招いて食事会やパーティーをすることがあります。フランスに滞在している人はフランス人のお宅に招かれたことがあるという人も多いのではないでしょうか。今回はフランス人の友人を家に招いた時に使うフレーズをご紹介しますね。今のところ家にフランス人を招く予定はないという人も、招かれた時にはよく耳にするフレーズばかりですので、ぜひ参考にしてみてください。さあ、今日は金曜日の夜、友達が初めて家にやってきました。entre, entrez, entre.Entrez 入れという命令文ですが、どうぞどうぞ上がってという意味で使います。こんな感じ。entre。一つ目が相手が一人の時、二つ目が相手が複数人いる時に使います。さあ、我が家は日本式なので入り口で靴を脱いでもらいたい。でも何も言わないとそのまま土足で入られるかもしれません。Pourrais-tu te déchausser s'il te plaît? Pourriez-vous vous déchausser s'il vous plaît? Pourrais-tu te déchausser s'il te plaît? Pourriez-vous vous déchausser s'il vous plaît? 靴を脱いでもらってもいいですかという丁寧な言い方です。se déchausserが靴を脱ぐという動詞ですので覚えておくと便利です。フランスでは家の中でも靴を履いたままというところが多いので、場合によってはお願いした時に難色を示されることがあります。そんな時はあまり無理強いをしないで、pas de problème、問題ないですよと言って後でしっかりと掃除をしておきましょう。さあ、友達が何かプレゼントを持ってきてくれました。Oh merci, il ne fallait pas. Oh merci, il ne fallait pas. 直訳はありがとう、必要はなかったですが、これでありがとう、気を使わなくてよかったのにという意味になります。プレゼントを受け取ったらぜひその場で開けましょう。日本だとすぐにその場で開けるのは少し失礼な気がしますが、フランスだとその場で開けてお礼を言ってビズをすることが多いですよ。さて、お友達は初めての日本式のお宅で少し戸惑っているみたいです。自由に座ってもらいましょう。installe-toi。installez-vous。installe-toi。installez-vous。s'installerは座る、場所に落ち着くという意味ですので、座ってくださいという意味ですね。気楽にくつろいでくださいと言いたいときは、Fais comme chez toi. Faites comme chez vous. Fais comme chez toi. Faites comme chez vous. 直訳は、あなたの家のようにしろですが、あなたの家だと思ってくつろいでねという意味です。この後、食前酒アペリティフを飲みながらしばらく話すのですが、長い場合はこの食前酒タイムが2時間くらい続くこともありますので頑張りましょう。僕の友人によると、食前酒はその時間の長さにかかわらず普通は2杯だそうです。1杯だとちょっと足りなくて3杯目まで行くことはあまりないと言っていました。でも本当ですかね。皆さんも食前酒を飲むとき、ぜひお友達が何杯飲んでいるか数えてみてください。僕はもともと大勢の中に行くのが苦手で、お酒の力を借りて頑張って喋っていたので、いつも何杯も何杯も飲んでいました。さあ、食前酒が終わったらメインの食事、テーブルに移りましょう。Nous passons à table. Nous passons à table. もしくは passons à table. Passons à table. テーブルに行きましょうという意味です。短く à table ということもできますが、こちらは普段ご飯ですよという意味で使われることが多いので、みんなでこれから食卓に移りましょうという時は Nous passons à table. Passons à table を使います。美味しいご飯、そしてデザートの後はコーヒーやお茶などを飲みながらまた延々と話が続きます。この食後の話が本当に長くて、いつ終わるかわからないんですが、みんながやたらと、Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, ah ouais. Voilà quoi. Ah ouais, ouais. のように、内容が特にない、やたらとウィウィのような相槌ばかり言い始めたら、みんなそろそろ帰りたいサインです。でも、なかなか自分からそろそろ帰るねとは言い出さないことが多いので、そういう時は一言こう言ってみましょう。Est-ce que je te sers un autre café? Est-ce que je vous sers un autre café? Est-ce que je te sers un autre café? Est-ce que je vous sers un autre café? コーヒーもう一杯つぎましょうかという意味です。お酒を飲んでいる場合は、un autre caféのところを un autre verre にしましょう。そうすると大体、あの、ça va, merci, il faut que j'y aille. あ、いや、大丈夫です。もう帰らないと。のような返事が返ってきて、帰る準備をし始めることが多いです。もしかすると、その後も延々と続くかもしれませんが、今まで参加した食事会では、大体みんなお開きの前にはこのように言っていたことが多いです。ぜひ試してみてください。Il faut que j'y aille は、自分がその場を立ち去らないといけない時によく使う表現ですので、まるっと覚えておくといいですね。さて、楽しい食事会が終わってそろそろお開きです。Merci beaucoup pour la soirée. C'était très sympathique. 今日はどうもありがとう。とっても楽しかった。と招待した人がお礼を言ってくれましたよ。僕たちも今日は来てくれてありがとうとお礼を言いましょう。Merci d'être venu aujourd'hui. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci deの後ろに助動詞の être もしくは avoir を置いて、その後ろに動詞の過去分詞を入れると、〇〇してくれてありがとうという意味になります。例えば、招待してくれてありがとう、とても楽しかったですと言いたいときは、Merci de m'avoir invité, c'était très sympathique. Merci de nous avoir invité, c'était très sympathique.Merci de m'avoir invité. C'était très sympathique. Merci de nous avoir invité. C'était très sympathique. のように言うことができます。さあ、誰かの家の食事会でよく耳にする表現をたくさん紹介しました。必ずこの通り言う必要はありませんが、もし皆さんがフランス語圏の友人を家に招待するときには、ぜひ使ってみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセのホームページから、無料メールレッスンにご登録ください。それではまた。アビアント。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は、5月24日にデビューされたフランス語歴20年のベテラン、ファブリス先生をご紹介します。フランス文学の博士号を取得されているファブリス先生は、文学と言語を愛し、オーストラリアやフランスで長くフランス語と英語を教えた経験があります。ファブリス先生は穏やかで優しく、細部まで丁寧な指導が魅力です。基本的にはフランス語だけでレッスンを行いますが、シンプルな類似表現や単語をヒントに丁寧に説明してくれるのでわかりやすく、同時に語彙も鍛えることができます。生徒の希望に合った教材提案や、行き届いたフィードバックからも、誠実で熱心な人柄が伝わります。デルフ・ダルフの試験対策レッスンも豊富な経験があり、細やかな発音指導も上手です。文法、フランス文学、発音、試験対策、子供フランス語教室など、幅広いニーズに迅速に丁寧に対応できる講師です。レッスン開始の6時間前まで予約可能ですので、気になる方はぜひ、ファブリス先生のレッスンを受講してみてくださいね。お待ちしております。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は、毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。